どうも、いちょうです。今回はバハムート霊式来ております。はい、炎弱ですね。炎弱、物理でいきたいと思います。メンバーはモグ、ロック、バッツ、ウララ、バルフレアでございます。はい、チェーン役はバルフレア。はい、先月だったかな、なんかシリーズラッキーで、12の、ガチャ引いたのかな、なんかそれでね、バルフレアがシンクロ覚醒揃いましたんで、はい、チェーン役として連れてきております。とにかくこの物理弱のバハムート霊式はすごくね、もう体勢上げてきます。えげつないです、本当に。なのでもう常にバルフレアは弱体の、こちらのですね、新しく実装された千阿弥、はい、これをもう使っていきます。ほとんどもうこれ連打って感じですね。はい、もう一つの千阿弥持ってきてますけど、多分使わないかなって思います。はい、まああとはなんだろう、上から行くとサポーターモグでございます。はい、まあサポーターと他にオーランがいるんですけど、まあトータルモグの方がやれることっていうのがなんかね、幅があるっていうか、はい、そういう感じがしますんで、モグ連れてきてます。なんかオーランだといまいち噛み合わない部分ってのがあってですね、はい、モグはまあいろいろできますんで、モグ連れてきております。はい、あとはなんだろう、これ、下の方のレジェンドマテリア、2つありますけど、下の方、モーグリ族の生き残りっていうやつ、これ、はい、低確率ですけど、コーマ精神ダウンなんですね、これ。はい、あれ、こんなの持ってたんだっていうのについ最近気づきましてですね、はい、急遽持ってきてます。多分過去のガチャ動画を遡っていけば、もしかしたらこれね、どのタイミングで入手したかっていうのは多分わかるとは思うんですけど、はい、まあ今頃になってね、気づいたって感じですかね。はい、まああとはロックは、はい、右から順番に使っていくって感じですかね。はい、バッツも連れてきております。はい、バッツは炎の D 角持ってます。炎シンクロは持ってないんですけど、まあ、これでも十分ね、戦えるかなといったところですかね。そして、あとは、まあ、うらら。はい。まあ、うららは、回復頑張ってもらうというところでいきましょう。魔石はこんな感じですね。はい、メインで、バハムート回持ってきてます。で、サブにバハムート霊式。これ、魔法のやつ、水弱で倒した時にもらったやつなんですけど、これね、持ってきてます。はい。行こう。まあ長期戦見越してバハムート回を持ってきてるって感じですね。短期決戦だとバハムート霊式でもいいと思うんですけど、はいはい。というわけで初のね、物理側の方のバハムート霊式入手ね、できるように頑張っていきたいと思います。水弱はね、まだ物理ちょっといけてないんで、なんとかここで確実に物理の方を倒しておきたいっていうのはありますね。いきます。まずは6からだね。モグは壁で、ウララは6000。よし、行こう。はい、まあ壁はなくてもまあいいとは思うんですけど、はい、まあ序盤が大事っていうか、序盤でつまずきたくないんで、はい、とりあえず壁持ってきて一発撃っとくって感じですかね。まあ30秒切りとかってなると、もっと別な戦略が問われてくるとは思うんですけど、まあまあ、とりあえずはこれでいきます。はい。もうたっぷりね、時間いっぱい今回もね、かけて戦っていきたいと思います。で、ここで、アルブム。オッケー。行こう。短縮を入れていく。あとはそうですね、バルフレアのこの、なんですか、弱体。とにかくね、常に弱体入れていきたいんで、中核2連打とか、そういうところがね、どれだけ発動してくれるかっていう、まあ、いつも通りですけどね、運ゲー的なところもあります。あとは、モグのその、ね、健康デバフしかり、はい、低確率をなんとか発動させたいっていう、はい。まあでも発動しなかった場合、バルフレアにしろ、モグにしろ、発動しなかった場合のプラン B っていうのも考えてきてます。はい、発動した場合は、じゃあ、こういう方向でいこう。発動しなかった場合は、じゃあ、こういう方向でいこうっていうのは、もう瞬時に、判断して、はい、やっていきます。
さあ、モグも覚醒2入りました。で、ウララもう一回線浴びってくれ。これでなんとか次の攻撃も耐えられるとは思うんですが、バッツは炎覚醒いきます。よし、行こう。まずはこれでゲージを稼いでくれ。序盤はこの炎覚醒でいく。で、ロックもシンクロ2ですかね、これ。あの、早いやつ。動きが早いやつですね。よし、そうそう。バルフレはね、一気に2つ、弱体をね、下げることもできますんで、まあ、運ゲーになりますけどね。それもね、どれだけ発動してくれるか。発動しなかった場合は、じゃあ、こっちのやり方でいこうっていうね。発動する場合、しない場合、みたいな。瞬時に判断していかないとダメですけど、まあそんな状況もね、ちょっと楽しみながらやっていきたいと思います。さあ行こう。バルフレアはじゃあシンクロ行こう。もうガンガン行こう。ここもうね、手を緩めたらあっという間にね、あの弱体追いつかなくなっちゃうんで。で、ウララはようやくここでクリティカル率アップを図っていく。ちょっとね、もっと早い段階でクリティカル率アップの歌を歌っていきりゃよかったんでしょうけど、まあそれでもなんとかね、このやり方でも撃破まではたどり着けたんで、再現したいなと思うんですが、さあこっからはちょっと、おお、これですね。今のが健康デバフ入ったみたいな感じなんですけど、これがね、フェーズ移行した時に発動してくれるよう、ちょっとね、はい、祈っております。さあ、こっからはもうバルフレアなんとかお願いします。いやー、微妙に幻突しませんね。いや、ロックそれにしても早いっすね。はい、バルフレアは、シンクロ右浴び連打。これは待機なしで、弱体入れられるんですごく便利。さらにもう一回来てくれたらなおいいんですけど、まあ贅沢いてられない。 OKOK、 いいですよ。 OK、 ナイス。さあ、まずはこのフェーズ突破しよう。いいですね。いいですよ。 OKOK、 さあクリティカル率も少しずつ上げていきたい。上げていきたい。 OK、 ナイス。いいですね。さあさあさあ、そうこうしてるうちにちょっと時間がなくなってきてしまった。ちょっと余裕ぶっこぎすぎましたかね。あと 2.7%。 バッツとバルフレアでまあいけるでしょう。ナイスナイスナイス、いいよ。今の中核2連かな。いいですね。今回はこれかなり弱体いい感じで入ってるんじゃないかなと思います。ものにしたいな、これ。何回もやり直したくないんでね。あっと、また健康デバフが発動しましたね。あの、結構ね、低確率の割に発動してくれるんですよね。さあ行きましょう。で、フェーズ1個、こっからもいきなりまた弱体上げてきますんで、ここでロックの、うららは覚醒入ってもいいかな。ロックの戦技で弱体させていく。これで2つ下がる。 OK、 ちょっと怖いんで。はい、うららで覚醒入れときます。で、バルフレはひたすらまた右で、ロックはバーニンスティール。モグ、なんとか健康デバフ入ってくれませんかね。どうだ、いけるか、いけるかな。いやー、入らないか、来ないか。いやー、来ないね。バッツは超絶打ちます。なんだったっけ、追い打ち魔法剣だっけかの、超絶打ちます。はい、なんだったっけ、魔法剣アビリティダメージ特大っていう、はい、その恩恵をね、ちょっとね、使っていきたい。さあ、もう一回行ってくれ。次で入らなかったらちょっと諦めるかな。プラン B に移行して攻めようかな。いや、できれば3つは割りたいね。このギミックのミラボみたいなやつ3つは割りたい。どうだ、入るか。
あ、入った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 、オッケーオッケーオッケー、入りました。いいんじゃないか、ここまではいいんじゃないか。あー、もう一回入ったね、もう一回入ったいいですね。結構ね、低確率の割に入ってくれるんですよね。オッケーオッケー、よしよし、いいぞ。バッツちょっとチェーン内でもう一回間に合わないかな、どうかな、いければいいんですが、ちょっとロックもいけるな。あー、ロックは覚醒2入りたかったかな、ミスったかな、ここは。モグはもう一回いけ、バルフレアはもうギリギリまで待ちます、ギリギリまで待つ、即時でも打てるんで。いやー、バッツ厳しそうだな、厳しそうな気がする。もう打っちゃうか、どうしよう、いや打とう打とう、打っちゃおう、はい、よし、とりあえず目標の、はい、2つ残しまでは来た。できればロックはあと、はい、覚醒2入っても瞬時に動きたいね。さあ、できればあと2つも割りたいところでありますけども、どうかな。はい、モグは覚醒2も1回入ります。よし、バルフレはまだ弱体入れ続けてもいいんじゃないか。よし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 、いいぞいいぞ。で、バッツは覚醒、炎覚醒切れたから、この覚醒1入っていきます。 OK、 覚醒1入る、お、ちょっと遅いかな。いや、全部は割れなかったですけど、まずまずじゃないですか。森のノクタンいきましょうか。 OK、 よーし、全部は割れませんでした。さあ、バルフレアもね、あの弱体の手を緩めないどんどん入れていきます。あの表示上は6でも、なんだったっけな、内部的には8段階あるってなんか聞いたことあるんで、はい、まあ、あの弱体6になってもね、手を緩めない。はい、もうこいつは一瞬で6段階アップとかしちゃうんで、もうね、油断はしませんよ。その辺は抜かりなくやっていきます。はい、ナイス、よし。で、 50% までいこう、とりあえずこのまま 50% までいったならば、あ、うらら、やばいか、大丈夫か、大丈夫だな。 50% バルフレアはどうしようかな、弱体超絶入れようか。 OKOKOK、 いいっすね。 50% までいこう、 50% までいったら今度、うん、ロックが覚醒、残してるあの覚醒1入って、バッツは炎の D 角入ります。もうそこで一気に削っていきたいっすね。ナイスナイスナイス、いいよ。だいぶあの運の方もね、恵まれてますね今回は。 OK、 よしよしよし、いいぞ。さあ、次誰だ、ロックかで、これでフェーズ行こう、これでフェーズ行こう。バッツは炎 D 入ります。あー、うらら、ちょっともう一回覚醒切れるまで、で、バルフレアは覚醒入る。はい、もうあっという間にこれ、あれだけ弱体入れたけどね、弱体、はい、1ですね。苦労して入れたんだけどね。はい、OK。で、モグなんですが、モグなんですが、ちょっとね、はい、ここで、シンクロ入れます。物理パですけど、シンクロ入れます。はい。多分ね、覚醒が途中で切れちゃうんで、切れちゃったらシンクロの右アビ連打で短縮をばらまいていくって感じですね。はい、あんまり意味ないんですけど、物理パには、こう、あの恩恵はないんですけど、それでも使えるもんは使っとくって感じですね。さあ、ロックも覚醒いこう。うららはどうしようかな、もう一回、ま、オーラーレ使うか、もう一回オーラーレ使っ
ていくか。先にアルブムだな。短縮入れたい。オッケー。うわ、見えねえ。はい、パッサル。パッサル連打でです。オッケーオッケー。いいね、バッツ。バッツのロマンが。もう一回来てもいいんだぜ。来た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 。じゃあ、これは3回確定か、D 角だから。ってことこっからだよね。あー、来なかった。そっか、3回確定だもんね、D 角だから。いやだから、ロマン砲が発動すると5回ぐらい発動するのかな。ねえ、ちょっといいっすよね、ロマンがね、溢れて。さあ、あとはもうここからガツガツ削っていくだけっすよ。はい、ちょっと重くて止まるな。はい、ナイス。弱体入る。はい、弱体入る。オーラーレちょっともう一回入れたい。もう一回、次のうららかな。オッケー。ただまあ無理して入れなくてもいっちゃいいんですけどね。あの、おっと止まるな。ペインレベルが、ペインが入ってくれればクリティカル率、クリティカルなしでもそこそこダメージは入ってくれると思うんでいいんですけど、まあやれることは全部やっとくって感じですかね。さあロック、いいですね、いいですね。さあバルフレはちょっと待機だ。ちょっと待ってくれよ。いいですね、バッツ強い。よし、ここでチェーン入れとくか。入れときましょう。ね、クリティカル率アップをちょっと途切らせたくないんで、うらら一回ね、歌歌わせたいなっていうのありますけども。あー、これでキャンセルが来る。歌途切れちゃうかもしれませんね。まあ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 別にいいでしょう、大した問題じゃない。さあ、あとは殴っていくだけだが、あー、モグの回復がどれだけいくかによるな。十分な回復までいってくれたならば歌歌ってからうららは覚醒入りたいけど、回復いまいちだった場合はちょっと歌無視してもあれですよね、覚醒入りたいですよね。あー、ダメだなこれな、ダメだ。あとはモグは覚醒2が切れましたね。覚醒2が切れてしまった。なるほど、いいですね、バッツ、いいですよ、いいですね、いいですね、いいですね、とことん行く。オッケー。ここでうららが覚醒発動してくれればディフェンス面はまあ大丈夫。ただただ短縮面がちょっと心配ではあるんですけど、うん、遅いっすもんね。はい、ここでシンクロのミニアビ使って、ミニアビを使って、あっとちょっとね、重いのかな、止まるね。オッケーオッケーオッケー、よーし。さあ、もうあとは殴るだけ、サンドバッグ状態。よし、なんとか。いやー、でも回復量心もとないですね。そしてモグも遅い、モグは遅い。だから覚醒2が切れる一旦ぐらい前でこのシンクロミニアビとか打てばいいんでしょうけどもね。よし、ようやくようやく入ったかな。もうロック新奥義打っちゃおうぜ。バッツもリミブロいっちゃおう。これでどうだ、削り切れるかな。ちょっと厳しいかな、まだ 7.7% グラビチャが来る。これは大丈夫、これは大丈夫なんですけど。よし、いった。あー、オッケー。どうだ、ちょっとクリティカル率が下がってるんでいまいちなところありますけど、それでも追い込んだ。
2.3%。 よし、いった。 OKOKOK、 いけましたね。はい。まあこれだけあの覚醒もね、シンクロも持ってたら、まあそりゃいけるだろうって言われたらね、ちょっと返す言葉もないんですけど、でも逆に僕はね、ほんとこれぐらい必殺持ってないといけないっすね。はい、僕の場合は上手い人はもう削って削ってね、必殺を削ってこう買ってるとは思うんですけど、僕の場合はなかなか厳しいっすね。まあそれでも D 角もあったし、ロックも覚醒2種とシンクロありましたんで、まあ新奥義とかリミブロとか、まあ使わなくても、まあ押し切れるっちゃ押し切れたんですけど、まあ使えるものはね、使いたいということで使わせていただきました。はい、まあなんとかこれで、初めてのね、物理の方のバハムート霊式ゲットできましたんで、こちらもね、物理パで使っていきたいと思います。はい、とにかくモグがね、健康デバフ頑張ってくれましたね。低確率の割には頑張ってくれました。はい、そんな感じかな。まあ次は静寂が来るということなんですけど、まあ多分厳しいとは思うんですけどね。はい、まあやれる限りね、ちょっと頑張ってみたいなとは思ってます。なので引き続きね、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。